中国南部の湖南省公英県などの地域においてもっぱら女性により用いられた文字。絶滅の危機に比している。女書の文字はこれまでに約1000から1500文字が収集されている。書く文字は、点、縦棒、斜線、小折れ線の4種類の筆画か,からなっており、これら筆画は細く書くことが良しとされる。文字の形状は縦に長いひし形である。 伝統的な中国語や日本語の書き方と同じく、右縦書きで書かれる。女書きは、音節文字である。すなわち、一つの文字が、同じ音節で表される複数の意味を区別せずに、一つの文字で書き表す。多くの文字が漢字を故意に変形して作られたが、一方で、伝統的な刺繍の模様から派生したと見られる字もある。近年の使用範囲として、湖南商工英見。 同県、公海青属自治県が知られている。公久佐市県城のどごの発音に合わせて作られており、周辺の地域ではどごの発音が異なるが、県城どごの発音によって読まれるため、県城から広まったものと考えられる。基本的に県城どごの音節に合わせて一音節一字の女書きが用意されているが、例外的に音節があっても文字がない例、遺体字がある例、 一字で複数の読み方がある例も見出される。女書きは日常的に筆記の用途に用いられるほか、ミササ書と呼ばれるシンプルへの詩を記した贈り物にされることが多く、また文字自体が詩集の柄としてもしばしば用いられた。近年まで公飛試験を含む地域では女性が漢字を学習することは良しとされてこなかった。女書きはこのような状況下で生み出され、 姉妹や兄弟の妻など、主に女性親族の間で秘密裏に用いられてきた。また、男性が女子を学習することは厳禁とされた。また、工芸品などの模様のようにして文字を偽装することも行われた。多くの文章は一行につき五文字、または七文字で構成された詩の形をとった。女書きは数百年にわたり存在してきたものであるが、最近まで、 その存在はほとんど外部に知られていなかった。1982年、武漢大学の宮明平教授により再発見され、学術的研究が開始された。現在までに知られている文献で、女書の存在に研究している最古のものは、民国年間の1931年に出版された古南各県調査筆記である。これは、 湖南地方の地勢や風俗を調査して記録した文書で、A やキラ県部の花山城に次の記述が見える。言い伝えでは、明の時代、丹という姉妹が、薬草を取りに山に入ったが、共に座ったまま亡くなっていた。人々は山頂に病を作って祀った。毎年5月には、覚悟の女性が功をたき礼拝し、歌船を持参して声を合わせて歌唱していたむ。 その歌船に書かれる文字は、とても細かく、もうこの文字に似ている。県内の男性でこの文字を読める者はいないようだ。花山病は、文革期に破壊されたが、病と、丹姉妹への進行はその後も続いている。太平洋戦争中には、日本軍により女書の使用が抑制された。中国人による暗号文書としての使用を懸念したためであった。文化大革命以前においては、 女書による文書は、著者の死去に伴い純粋品として焼却する習慣があった。また文革期には、多くの女書による作品が破棄された。このため、女書による作品で現存するものは、極めて少ない。文革後、女性の文化水準の向上に伴い、女性は女書によらずとも、互いの交流が可能になり、女書の使用価値は減少した。その結果、 女書の学習者は激減し、女書きは絶滅の危機に品種始めることとなる。1993年、南京の骨董市場で、古戦愛効家が女書の刻まれた太平天国記のものと称する銅貨を入手した。この銅貨の背面には、女書きで天下婦女姉妹一家と記されていたため、最古の女書き文字資料ではないかと注目された。しかし、 歴史学者の超鉄法の鑑定によれば、太平天国期の貨幣の規格に合わないこと、当時の技術水準では、製造が困難であること、鋳造されたものではなく銅材に掘られたもので、母銭としても使用に耐えないことなどから、早くとも民国年間以降に、贈答や娯楽の目的で貨幣に似せて製作されたものであろうと、言う。二千五年九月、両吉文と各アキ東は、 湖南省等案件安市広シ市陳の残留鏡で女書を刻んだ石碑を発見した。文献によれば残留鏡は宋代にはすでに存在したことが分かっている。石碑が橋と同年代のものであれば女書き文字資料の年代は最大で宋代まで遡ることになる。またこれまで知られているより広い範囲で使用されていた可能性も出てくる。2004年9月30日に 女書の最後の自然伝承者である、要関与が98歳で死去した。絶滅の危機の中で学習して継承を目指す、南遠心のような人もいるが、ごく少数である。現在そのような人物には他に、保存のためという使命感で習ったり書いたりする、川の霊剣のような人や、研究者の調査に刺激されて習い始めて、書けるようになった人何静かのような人もいる。 現在校舎については何幸六や遠い竿のような男性も出ているがかつての女性たちと同じように自分の思いをこの文字で自由に書けるのは難遠心だけとされている現在中国政府は女書の保護を重視している研究拠点と観光地を兼ねた中国女花村が2003年に湖北省議省に開設された2007年にすでにユニコードに 女書を加えることが提案されていたが、作業は難航し、2017年のユニコード10.0で、追加多言語面の U プラス 1B170 から1バイトに FF に収録された。コード割り当ては、画数の少ない順に配列されている。女書による作品の多くは、三笹書という形式である。これは布を閉じて制作した、小冊子であり、義志妹、または母により、 女性の結婚時に送られるものであった。三笹書には詩が書かれており、結婚して三日目の女性のもとに届けられる習わしであった。これらの詩は結婚した女性の幸福を願い、また村を離れて結婚する女性への悲しみの念を表すものであった。その他、詩や歌詞などを帯や紐、衣服などの日用品に織り込むこともあった。宮明兵。 女書き時代行。因子金箔ホ可編。既得的女書。全国女書学術考察検討会文集。北京語言学院出版社。ピアニッシモ、ピアニッシ百157フォルティシモエンドウオリエダ。中国の女文字。伝承する女性たち31処九1996年。ピアニッシモ、49フォルティシモ。ISBN4 から380962407。 超レアキラ。女書もはや資料。太平天国。女書き道兵人民日報。超鉄砲太平天国。女書き貨兵に関する問題。消えゆく文字中国女文字の世界。松本修士分け。三原社。二千九年。ピアニッシモ。百三十七から百四十七 ISBN 九百七十八から四から八八三ゼロ三二五一八 ヒカリス、コナミヤス、チン被告女2005年9月26日、中国語、中南民族大学組織専ヤフコ、南英州考察当案石告女垣は田穂、炎庫人類医師。 女かき文化研究官法 http コロンスラッシュスラッシュ www.hdbaba.cn ラッシュ nsyj ラッシュ nsjb スラッシュ 26.htmn 3287プロポーザル法エンコーディングヌーシュインザ smp of the ucs h t t p s w w w u n i c o d e o r g l 2 l 2 0 0 7 0 7 2 9 3 n 3 2 8 7 n u s h u p d f supported scripts.unicode, Inc. https://www.unicode.org スラッシュスタンダードスラッシュサポーテッドド .html カットユニコード10.0レイユニコードインク https://www.unicode.org スラッシュバージョンズスラッシュ unicode 10.0.0スラッシュありがとうございます。